今回は西郷隆盛祝神跡資料館にやってきました。じゃーん、広々としたところになんと資料館がですね、古式豊かな資料館が建っています。今からここにお邪魔します。はい、ではここにちょっとパネルがあるので、可愛らしいパネルですね。西郷隆盛、二人の御事、ね、有名な二人の御事さんですね。はい、一緒になんか映っているパネルってなかなか見られないんですね。はい、可愛らしいパネルに、観光に来られた人はここに顔を出していただいて、ゆっくり写真撮影をされてみてくださいね。はい、それでは早速お邪魔してみます。はい、延岡から来ました。はい、ちょっとこちらをですね、中をちょっとずっとぐるり散策してみたいと思います。はい、今回は、この館内を案内していただけるガイドさんですね。そうです。はい、夏田隆義さんですね。はい、今回よろしくお願いします。はい、どうぞ。じゃあ中の方説明しましょうかね。中の方行ってみます。ちょっと長くなりますけどいいですか。はい、どこどこ端折ってから説明しましょうかね。はい、いいですね。ですね、西郷さんがこの北側の地に入ってこられたのが明治10年8月の12日なんですね。で、西郷さんがこれから5キロほど大分より寄ったところに熊田という地名があるんですけど、そこに東側に吉祥寺というお寺があります。その時吉祥寺の一山和尚さんがですね、蕎麦粉を取り寄せて蕎麦がきを作って西郷さんに差し出したお椀がこれなんですよ。書いてますね、西郷隆盛ゆかりの茶碗。はい、で、西郷さんはこの茶碗で7杯の蕎麦がきをおかわりされたという話でもある。で、一晩だけ祝辞にして8月13日の午後に西郷さんらはまた延岡へ引っ返そうとするんですね。ところが8月14日の日に官軍のこの山形有朋中将がですね、延岡を総攻撃をかけるという計画を立てています。そのことを知った薩軍は西郷さんを延岡へ返すことができなくなった。それで吉祥寺のお寺から1キロぐらい延岡へ行ったところに小野彦次さんというお家があったんですね。そこに祝辞するようになるわけです。その時に西郷さんが彦次さんのところで召し上がった食器がこれなんですよ。漆の食器でですね、で二晩だけこの宅に祝辞するわけで、8月14日の日に西郷さん自らこの和田越の決戦、これから5キロの領海に寄ったところの山なんですが、そこで戦おうという決断をするんですね。それが和田越決戦の配置がこれなんです。和田越のトンネルのところにあるんですね。そうです、トンネルの真上ですね。標識がなくて、はい、で、薩軍と盗撮隊。盗撮隊というのは薩軍に協力された宮崎県や大分県、熊本県で組織された兵隊さんたちの連合軍のことを盗撮隊というのです。はい、ですからこの官軍と戦ったのは薩軍と盗撮隊ですね。で、合わせて3500人、一方の延岡側は官軍5万人で、朝の日
7時半に道の坂といってこの和田越の交差点からちょっと登ったところ、そこで戦いの火蓋が来ています。ところが殺軍の盗撮隊も戦う前から武器弾薬が欠乏してたんですね。それでお昼過ぎに敗れてしまう。昨日の年明けだから西郷さんを連れて大海川の方に下山し、北側の右岸をたどってこの兵庫の地に退いていく。じゃあ次の話はどなるかやめてみましょうかね。はい、これは後で説明します。後で、後ですよ。話の順番が次に変わってて。で、西郷さんがこの駒代お宅に退いてこられたのが8月15日の夕方、3時半頃と言われています。で、この家ができたのは明治5年なんですね。この兵庫地区で地主をされていた小玉助右衛門という方が作られた家なんですね。ところが西郷さんがここに築人した時は息子の熊四郎がこの家を引き継いでたんです。で、お父さんと長男の小作さんって方はこれから 200m 南側の山の下に別に家を作られて向こうで入信されている。で、本来ですと西郷さんはこの兵庫の地に入ってきたならば地主の家に祝人するのが本当ではないかと思われるんです。で、なんでこの駒代お宅を選んだのかというと、実はこの裏が二荷の御事の御陵になってたから。天祖にいる。そうです。で、西郷さんはここに祝人していれば官軍は天皇の先祖の陵墓に向かって砲撃できないだろうという考えのもとにここに祝人したんだという。そして一夜明した8月16日にここで解散布告令というのを出してるんですね。要するにもう殺軍としての隊を解かれたわけです。ですからここが西南戦争の終結の場所だと言われても過言ではない。で、和田越に決戦に敗れた殺軍と捜索隊はこの兵庫の地に2000名集結してたんですが、この解散布告令が各所帯に通達されるとそれが600名まで減ってしまう。というのは解散布告令というのはもう要するに官軍に投降したいという人は投降してください。そしてまだ私たちと戦いたいという人は一緒に戦いましょう。これから先は各人の意思に任せますという解散布告令だ。それで大部分の人が官軍に投降された。で、600名しか残らない。で、さらに一夜明かした8月17日にここで最後の軍事を開くんですね。で、これから先のことをいろいろ相談する。ところがもう意見が分かれてですね、まとまらずにもうこの兵庫の地で戦って終わりにしようという結論を出したんですね。で、この結論を聞いて駆け寄ったのが真ん中にいる辺見十郎太とその右端の河野秀一郎。この二人は地主の家に祝人していたんです。で、結論を聞いてここに駆け寄ってきて西郷さんたちに自分たちは戦うことも反対しません。でもこの地は狭くて戦うには不利です。
もう少し広い場所に出て戦ってはどうですかと提案する。この提案も次の年役の斎藤さんも受け入れるわけですね。じゃあどこへ出るかということでまた揉めるんですよ。で最終的には斎藤さんがこの絵の丈を決意して見たいのでは、現在の高千穂ですね、それから先はまた見たいについてみんなで話し合えばいいだろうという結論に立ちます。そして軍事の後に西郷さんは明治天皇からいただいていた陸軍大将の軍、今向こうの部屋でレプリカとして展示してあるんですね。それと重要書類をこの前庭で燃やされて天皇に返されたとなる。そして夜の10時になって地元の木こりの人たち数名を見つけないにして残っていた600名の兵を3つの班に分けて夜の10時に向こうの南側の山裾から江の滝を登っていくんです。でこの江の滝は野地鈴夫と三好重臣の2つの旅団がですね包囲を敷いてます。その中に8月18日の朝4時半、薩軍と東薩隊は刀を抜いてこの2つの旅団に切り込んでいく。そして無事に立ち氷から獅子川を抜けて全体に逃れる。でこの江の竹嫁いでは官軍の方に106名の死傷者が出たんですけど、殺軍盗撮隊一人も負傷者も出なかったという。そうですね、殺軍の方だと、ね、何も刀ぐらいしかなかったので負けるっていう負傷者が反対な感じがしますね。そうですね、でこれが朝の4時半だったですから官軍の兵隊さんも、まあ、ご飯炊くの炊事当番の人を起きて帰ったかもしれません。ほとんどの方はまだ出し回りでした。その中にあそこでいたのですから、もう官軍の逃げ惑うのが精一杯の状態だったのではないかと思います。そして2体に着いた時も、ね、鹿児島に帰ろうというおっさん説が生まれて、14日かかって9月1日に鹿児島に帰る。そしてあとは9月24日の日に西郷さんは鹿児島の岩崎団周辺で最後の戦いをする。で西郷さんは洞窟を出たところでお腹と太ももに銃弾を受けた。いろんな人の書かれている書物では西郷さんが切腹をして別府俊介が解釈をされたというふうに書かれていますね、はい、ところが西郷さんはこの戦いで7000人余りの若い人の命を亡くしている。それで切腹は望まずに斬首の刑を望んだのではないか、はい、でこのことが明確になったのも去年の11月だったんですかね、鹿児島からひ孫の高尾さんがお呼びになって、はい、その時私確認したんですよ。高尾さん何か補足説明はないですかと言ったら、高尾さんも西郷さんのお腹には刀傷はありませんでしたと、私も家族から聞いてますと言ったんですね。ですから切腹になって斬首の、要するに、天皇の東の東京の方を要配して別府俊介が本座を持ってといって西郷さんの首を落としてあげたのが真実だろうと。これが西南戦争の和田越えですよの話なんですね。あとはあの
本番から始まるセコドンがあります、ね。ありますね。実は27年の11月に、はい、あの作家の林真理子さん、もう一人の管理人をしている児玉という方が、はい、あのここで真理子さんに菊次郎の話をされたんだね。で、菊次郎という方はあの西郷さんが奄美大島に島流しを受けた時に島の娘さん愛加野との間にできた。で、この菊次郎も17歳で西南戦争に参戦され、高瀬の戦いといって今玉名市にあたるんですけど、その戦いの時に右足に銃弾を受けるんですね。そして川尻で、薩摩の御殿医の方に膝下の切断手術を受ける。そして西郷さんたちは秀吉から宮崎を回って農業家に入ってこられるんですけど、菊次郎は下僕の永田小牧さんという地方人の方に温度されて、川尻から豆原を抜けて農業家に入っていく。で、しばらく農業家で留業した時に、この8月13日になって、この家の東側、児玉宗四郎さんという人にいます。そこに移ってきて、そこで留業を始めた。その時、鹿児島から西郷さんの奥さん伊藤さんが菊次郎の看病に見えている。その話を真理子さんに説明したところ、真理子さん師匠に感動されて、この場所で私次の執筆は瀬古殿の女性にまつわる話を書きますと約束されて帰られたということです。はい、そして11ヶ月経った去年、おととしの10月に、はい、NHK の大河ドラマに林真理子さんの瀬古殿が決まったという知らせです。はい、だから瀬古殿の服が発祥の地だと言われても過言ではないんですよね。だから真理子さんがここにおいでなかったら、またもう一人の管理人の児玉が真理子さんに説明しなかったら、瀬古殿はどうなってたかですね、生まれなかったかもしれない。何がきっかけになるかわかりませんですけどね。以上でございます。明治天皇からいただいた陸軍大将の軍服ですね。日本に一着しかなかった。で、明治天皇が習志野の演習の時に西郷さんと一緒に行かれるんですね。で、西郷さんはこの軍服を着て一晩中天皇の警護をされた。で、これはデプリカなんですが、鹿児島の三所のとこやったんですかね、そこで作られた軍服です。体も同じくらい、はい、で、これが170、西郷さんが178センチの身長で、体重がなんか106キロぐらいの時の状態の時に作られた軍服です。確かに、がっつりして、西郷像がもうあの形ですよね、あの大きさの。鹿児島にもう一つデプリカが残ってるんですけど、ね、それを参考にして作られた。で、これが去年の10月頃出来上がってきたんですよ。こちらの人もやっぱ見たいですよね。つまりこういうふうに西郷さんも、ね、来ていた。で、もう少ししたらこれをケースをかけるようにしてるんですけどね、だねと埃がつきますから、いいものを見させていただきました。鹿児島ではよくね、行ってたので、どうぞよくね、皆さん言われてるんですが、ジプリカを見ないという、あの鼻あたりにするのはどこかね、貴重ですね。今日はですね、はい、
こちらの資料館の方を案内していただきました。本当にあのたくさんですね、もう夢がこう膨らむし、今から 小学校の子どもたちとかがですね、はい、こういう資料館を訪れられたらいいですよね。そうですね。昨日もですね、県内の林間学校の生徒さんたちが40名ほどいました。でこれがですね、あの中にも掲示してあったように、西郷さんが8月16日の時に、はい、読まれた自世の七分で、もう随分西郷さんの中に掲示してますけど、うん、あのお客さんが見えた時に何て読むかわからないので、うん、私がパソコンで作り直してみたんですけどね、なんかこれ振り仮名を売ってますから誰でも分かるんじゃないかということで、希望される方にはお渡ししてるんです。希望される方にはお渡しされてるそうです。西郷隆盛さん、あの自炊の七分で南州先生とね、私は呼ばれてましたね。その方が本当に自分で書かれた文字の内容もここに全部載ってますので、ぜひ吉田さんはこの西郷さんの方に聞いていただくと。ガイドというよりも私は施設管理人になってるんです。施設管理者の方たち、そうです、すごい偉い方ですね。はい、差し上げそうです、言ってくださいね。今回は本当にありがとうございました。いえいえ、いたしました。役に立っていただければ幸いでございます。ありがとうございます。